固定残業ってブラック企業だよねって思っているあなた、ぜひこの動画を最後までご覧ください。今日のテーマは一言で言うと損をしないために知っておきたい固定残業の仕組みについてお話をしたいと思います。はい、どうも、社会保険労務士の大月です。私が代表を務める社会保険労務士法人大月経営労務管理事務所では、500社を超える数多くのお客様から日々たくさんの相談を寄せられています。この動画では法律的な解説だけではなく、そういった多くの事例をもとにしたより実務的な内容で解説をしていきたいと思います。興味がある方はぜひチャンネル登録をよろしくお願いいたします。まずは残業代についてお話をしたいと思います。残業っていうと割増賃金っていうふうに考えられると思いますが、基本的にはその通りです。ただ社内で残業っていうと、その人の所定労働時間、あらかじめ労働契約等で決められた労働時間を超えて働いた時間を残業という言い方をします。例えば1日の労働契約が勤務時間1日5時間っていう決まりがあれば、その5時間を超えた時間から残業になるというわけです。そしてその5時間を超えた時間から残業代が支払われるということになります。割増賃金って何ですかっていうことなんですが、通常の時間単価にした給与よりも高い率で、高い単価でもらえるから残業代割増賃金という言い方をするのですが、これが全てそうしなきゃいけないっていう法律で決まっているわけではなくて、法定労働時間、これを超えて労働させた時間については割増賃金を払いなさいというこういう決まりになってるんですね。ではその法定労働時間っていうのは何ですかということなんですが、1週間40時間、1日8時間、この時間を超えた時から割増賃金を払いなさいと、こういう法律上の決まりがあるわけです。例えば時給1000円の人が1日5時間で契約をしていたとします。残業をして8時間まで残業をしました。ですから3時間残業ですよね。この3時間については1000円ずつでいいっていうこと、つまり3000円でいいっていうことです。ただ8時間を超えた時間からは1250円、 25% 以上の割増率をつけたいわゆる残業代1250円を払わなければいけない、こういう仕組みになっているわけでございます。この仕組みは法律上の仕組みであって、会社によっては5時間を超えた時間から割増で払いますよ、1250円払いますよなんていう会社もあるし、時間じゃなく時間帯ですよね。就業時刻が18時であったらそれを超えた時間から割増賃金を払いますよ、こんな決め方をしている会社もあります。まあそれ何見ればわかるかっていうと、皆さんの会社の就業規則を確認してください。もしくは労働契約書、そういうものを確認してどういう決まりになっているのかを把握しておく必要があります。ちなみに時給ではなくて月給で決まっている場合っていうのは、その月給をその月の所定労働時間、例えば1日8時間でその月の1ヶ月で休日を除いた、まあ、稼働日数、勤務日数が20日間だとすれば160時間が所定労働時間になりますので、月給を160時間で割った金額がその方の日額、 25% をかけたものが割増賃金ということになります。まあこの計算式も会社によって異なりますので、年間の平均の月の所定労働時間で割るケースもあれば、その月ごとで変えるケースもあるし、これは同じく就業規則を確認してみてください。大抵の会社は年間を鳴らした月の平均所定労働時間で割ることが多いです。ではここから本題の固定残業についてお話をしたいと思います。まあ、固定残業って何かっていうと、あらかじめ残業代を一定額を決めて、それを毎月支払いますよっていうのが、いわゆる固定残業と言われるものです。その額はいくらかっていうと、これはもう会社それぞれによって違います。例えば10時間の残業分だけ固定で払いましょう、20時間分だけ固定で払いましょう、30時間分で払いましょう、これはそれぞれ、会社によって違います。それの確認も就業規則をご覧ください。月給20万円の方が毎月20時間の固定残業をつけることになったとします。そうするとこの計算式はどうなるかっていうと、20万円を
所定労働時間、まあ、一般的に使われる平均所定労働時間数で割っていくわけですね。例えばこれが170時間だったとします。20万円割る170時間かける 25% 増しなので 1.25 をかけます。そうすると1471円になります。これが残業の1時間の単価ですね。1時間残業することにこの方は1471円を割増として割増賃金残業代として払われる。これを固定で払うわけですから、20時間固定で払うわけですから、20時間かける1471円、29,420円がこの方の20時間分の固定残業ということになります。ですから毎月トータルで20万円プラス29,420円、229,420円が支払われると、こういうことなんですね。で、この固定残業のポイントとして、これが固定残業と言えるかどうかっていうポイントが、2つあります。まず1つ目は、これはあくまでも時間を固定して、先ほどの例で言うと20時間分を固定しているので、20時間を超えたら当然その超えた分については別途残業代を払わなければいけない、もらえなければいけない。これが一つ。20時間を超えて結果その月30時間残業しましたよっていう場合ですね。その場合は20時間は固定で払っているので、10時間かける1471円、14,710円を別途残業代として払わなければいけない、こういうルールになっているわけです。そして2点目が、固定って払っている以上、そこを残業しなかったからって言って引いてはいけないってことですよね。20時間分の固定がついてて、結局その月は10時間しか残業しませんでしたっていう場合ですね。これをじゃあ10時間減らそうっていうのは、これは制度として固定残業とは言えないですよね。そもそも固定残業を入れる、まあ、目的って何かっていうと、給与計算を簡単にしたいっていうのが一つ。そして二つ目は、残業してもしなくても払われるんだから、ある程度固定で。だったら早く帰った方がいいよねって思ってもらって、効率化をしてもらう。生産性高い仕事をしてもらう。まあ、こういう目的で固定残業っていうのは入れてるんです。その固定で決められた時間を超えたら、1分単位で残業代は払われなきゃいけないし、短くてもそれを引くことはできない。まあ、これが、正しく固定残業を入れている場合っていうことになります。で、ここからは特に経営者の方、人事担当者の方によく聞いていただきたいんですが、じゃあなぜね、これが固定残業っていうものがなんとなくブラック企業の見抜き方っていうと、固定残業があるかどうか、まあそんな代名詞になってしまったのかというお話をしたいと思います。それは今から申し上げる5つ、このうちの1つでも勘違いしているような経営者、もしくは知っててやっているような人、そういうのがあるとブラックってなっちゃうんですよね。5つを今からご紹介していきたいと思います。まず1つ目、これが非常に多く勘違いされているんですが、固定残業っていうのはもう残業時間を固定していると勘違いしてるんですね。だから何時間やっても残業時間は30時間で決めましたとか、20時間で決めましたとか、もう固定で払ってるから必要ないよねって考えている場合、通常で働いていれば残業時間は実際の残業時間で払わなきゃいけない。で、2つ目、そもそも固定残業って言って払ってるけど、これが何時間分か分かってないっていう場合ですね。例えば基本給と固定残業っていう分かれてたら、これなんとか逆算してこの固定残業が何時間分かっていうのは分かりますよね。ただこれを逆算するとかで把握していないと、結局残業払いようがないですよね。何時間やってもその差額は払いませんって、こういう場合です。これが最も多いんですけど、例えば月給で30万円です、もうこれ1本、ただこれ残業代込みだからね、まあ、こんなね、言い方で、まあ、働いている側も雇っている側もなんか約束したかのように言ってるんですが、じゃあ30万円の中で一体残業代っていくらですか、これが分かんないとダメですよね。例えば30万円のうち 10% が残業代ですって
言い方だと、これだと3万円なんだなって、まあこれは分かりますよね。じゃあ自分ところの残業代ってじゃあ込み込みだけど一体いくらなんですか、何時間分なんですか、まあこれが、分かんないっていうことが非常に多いです。まあこれがね割と結果として未払い賃金、不払い賃金、サービス残業っていうものにつながってブラックブラックって言われる、まあ一番の、原因ですね、これは。そして3つ目は固定残業分働かさないと損をするなんていうふうに考えがちな経営者が一定数いるということです。もうあらかじめ例えば30時間分の残業手当を払ってるんだから30時間はやってもらわないと困るよとかね、仕事本当はないのにそんだけいないと怒られちゃうからなんとなく残業してんだよねみたいな話になるのが、いろいろ悪い噂につながるということになります。そして4つ目、固定残業入れたからもう勤怠管理、タイムカードなんかいらない、もうそういう必要ないよね、そもそも固定で払ってんだからそれを管理して、まあ、超えた超えないとかで残業代の支払いはもう全部済んでるからいらないよね、勤怠管理をいわゆるしなくて、残業代も払う気がない、そうするとなんかやればやるだけ損した気になりますよね、まあ、当然そうなるとブラック企業って言われるようなそういう要素をたくさん含んでいると、いうことになります。そして5つ目が計算した結果、固定残業と、ね、基本給と合わせて月給みたいな払い方をしてて、計算した結果この基本給が本当はベースなんで、この基本給が最低賃金を割っていましたなんていうこともあるせん。だからこれはね 毎年ギリギリで組んでるようなところはしっかりと最低賃金を見ながら設計をしないと最低賃金割れなんていうことが起こってしまう、まあ、この5つをね怠っている、勘違いしている、もしくはあえてやっている、まあ、そんな会社が結構な数あるんで、固定残業イコールブラックっていう認識が世の中に広まっていったということです。最後に経営者に3つのアドバイスです。まず1つ目は固定残業制を採用するならちゃんと就業規則、給与規定、労働契約書というところに書いておくこと、これが1つ目。そして2つ目、その書くときにじゃあ一体いくらが残業代なのか、何時間分が残業なのか、何時間分の固定残業なのかというのをそこにしっかり書いておくということ。そして3つ目、固定残業を入れてもそれを超えたら割増賃金は払わなければいけないので、ちゃんと勤怠管理をしておくということです。働く側も雇う側もしっかりとねルールを分かった上で運用をしていくように心がけてください。この動画では働く人、これから働く人、経営者、人事担当者、社会保険労務士を目指している方にとってお役に立つ情報を発信しています。興味がある方はチャンネル登録をよろしくお願いします。また励みになりますので高評価もよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。さようなら。